コンビニ業界の長、その、皇帝の弟子、が売れる創作を作れないとコンビニ業界も、衰退する?というとき。売れない作家、それは総じて、しかし彼らの味方をするわけだ。皇帝は、そんな彼らを前に、売れるようにする、的な夢を語ってたわけだが結果論で、今もそれは、ありえない。とは言うが、かぶせ、浜田、スキル化、自由な利益性に、一筋の光明を見せてはいる。そうは言うが失敗のリスクも当然あり、その先もない。かぶせ、では続編が作れない、土台にその先がないからだ。その時、続きを求める声は彼らを追い込む。平成の創作業界に溜まった海のような何かは今も問題あるものとして、なぜか自分の前には分厚くある。平成の間の価値観、彼らにとって、王の権威、その存在は、規制先として、問題なかった。今もそのままだ。